知ってる気がする。水飲みます。パウダーしますね。ちょっとなんかテコテコしてる。ポンポンポン、ハイライト塗りすぎちゃったかもしれない。ポンポン、どうでしょうか。あら、よくお気づきで、よくお気づきで。そうです、メイク変えました。今日ちょっとなんかショールームだからいつもと違うメイクしてみようって思って変えました。すごい、あら、しみつさん、わ、なんか猫ちゃんの仮面のやつ、ありがとうございます。嬉しい、しみつさんありがとうございます。あ、よしみつさん、愛してます、やったーありがとうございます。マイク小僧さん、かわいいだって、ありがとうございます。バイ、ありがとう。わあ、しろくまさん最高だって、ありがとうございますやった、最高。新居って書いといた方がいいかな。ごめんごめん、へん、あ、わしさん、ちょっと待ってね。なるほどだって、なんだこれ、なんだ、なるほどって。マシさん、なるほど、ありがとう。新居、そしてじゃん、やっと出会えた求心フレンズのカッキーです。マスさん、わ、マスさんめっちゃ可愛い、やった、ありがとうございます。わーい、ゆみろんちゃん、あ、ハロウィンだ、ありがとう、嬉しい。これホタテじゃなくてカキですよ。イケネコさん、愛してます、わーい、イケネコさんありがとうございます。これ柿のぬいぐるみって言います。パパに探して買ってきてもらいました、結構前に。なんかまだ家族が兵庫にいた頃にこれ発売されて、それでもか東京ってなかなかないんですよ。そのこれ島村、アベイル、島村だった、島村に違う、アベイルっていうところに売ってるものなんですけど、東京ってアベイル全然なくて、店舗、なんかパパが 3,4 軒回ってゲットしてくれた。なんかこれとこれ、なんだろう、腰あってなのかな、なんだけど、ぬいぐるみも一緒に発売されてたんだけど、ぬいぐるみはなかったって。あとその求心フレンズっていうぬいぐるみがあるんですけど、それのガチャガチャしました。どう、本当はカキ欲しかったんだけど出なかったです。1回400円もする、何個引いたかな、6個引いた。でもちょっと諦めました。なんかレジに行かないと小銭崩せなくて諦めた、もうめんどくさくて、もうこれで出なかったらやめるって言ってやめました。見て、でもね、牡蠣とプリン狙いだったの、プリン出てくれたからよかった。かわいいですか、
プリン。そしてこれが天むすのぬいぐるみです。かわいい、持ち歩きに便利なサイズです。ほら、モカの手のさ、手くらいに収まるから結構ミニチュアでいいです。あ、マキちゃん愛してる？あ、間違えた、愛してますだった。ありがとう、マキちゃん、やった。あと、なんかね、なんかあるかな。あ、ちょっと皆さんにちょっと自慢したいお部屋が、お部屋の、いきますよ。じゃんじゃんじゃん。イエイ。赤べりんさんのタペストリー飾ってみました。かわいいんです。ここがちょうど部屋から入ってきての壁で、もう部屋入った瞬間に赤べりんさんが出迎えてくれるっていう仕様になってます。私これ絶対あの引っ越したら飾ろうって思ってて。あら、ケンタさんいいねありがとうございます。わーい、嬉しい、ケンタさんありがとう。痛い？痛いか？もかも立とう。じゃん、こんな感じになっております。これは前の前の AKB カフェの時にのグッズです。嬉しい、かかってます、幸せ。ずっと飾りたかったんですよ、やっと自分の部屋が。なんか本当にめっちゃ広くて、なんか余ってます、部屋が、部屋の中が余ってます。どういうことって感じだと思うんだけど、部屋の中、いやこれ本当に今スマホ倒れちゃったら段ボールだらけなのでちょっと恥ずかしいです。こちら色の柿です。嬉しい。でもなんか、あ、ねたろうさん、クマありがとうございます。わーい、クマ、リッチ。実はもう一個私部屋あるんですよ、この隣に。でも家の中でここが一番広い部屋です。棚もめっちゃ広い。でもレッスン部屋はここで行ける。なんかすごい広いんですよ、めっちゃ窓2個あるし。だからなんか夜にママが言ってたんだけど、カーテン開けたらガラスが鏡みたいになって見れるよって言ってたから、それで練習します。ここめっちゃ広い、普通になんかわかんない、何畳がどれぐらいかわかんない。日当たり縁です。今日ね、夕日がすごく綺麗で、なんかショールームする頃に、なんかショールームしたらいい感じのすごい日光だったから、あ、自然光か、自然光でめっちゃさ良さそうだったから嬉しいと思ってたら日沈んじゃいました。また土日とかに、あ、あれ次ってお話し会だっけ、次の土日、まだ、あ、明日か、土曜日まだだ。あ、でも明日ショールームできる、普通にレッスンは早く終わる私は。あ、りょうたん、あ、りょうたんありがとうございます。心
こに皆さんのからいただいた生誕の時にいただいたグッズ、ホテイモカちゃんお誕生日おめでとうって中に飾ってあります。とお手紙も、もうねお手紙ボックス作ってそこに入れてあります。部屋が広いんで何でも置けます。皆さんのいただいたもの飾れてます。嬉しい。あ、ぎょうさんありがとう、かわいいだって、嬉しい。ぎょうさんありがとうございます、嬉しい。やった。なんか、あ、私なんかちょっと衝撃の事実、またまた、え、なんかみんな、皆さんめっちゃびっくりすると思うんですけど、またもう終わったことなので話すんですけど、ここが2軒目なんですよ、家。え？え？なんか、まあ、家庭の事情っていうとこ、家庭の事情でなんか引っ越 し、あの引っ越しし直して、ここが2軒目なんです。だから今日の朝あの駅間違えて逆方向乗っちゃったし、まだ段ボールだらけなんですよ。ほんと昨日、一昨日かな、引っ越したばっかりです。びっくりでしょ。前の家は数ヶ月で引っ越しました。そう、家庭の事情って言ってきます。まあ家庭の事情なんですけどそう、だから結構引っ越し準備とかで大変だったんですよ、ここ数ヶ月。他にここが良かったのでここに引っ越しましたってことです。こっちの家が良かったってことかな、前の家よりこっちの家の方が良かったのでこっちの家に引っ越しましたっていうことです。そう、シェアハウスはなんか部屋の片付けが落ち着いたら言おうかなと思ってたんですけど、あ、そう、この家に引っ越した時に言おうと思ってたんですけど、なんかもうなんか早めに言っといた方がいいかもって思って先に言っちゃった。知らなかったでしょ衝撃の事実です。くしゃみでしょ。やばい、くしゃみです。出なかった。またでもこのねガチャガチャ、私秋葉原とかで探したんですけど全然なかった。だからやっぱ都会はないんだ。なんか駅のガチャガチャにありました。結構余ってた、私が行ったとこ。都会っていうか秋葉ってやっぱガチャガチャたくさんあって、ガチャガチャ激戦区だと私は勝手に思ってるので、やっぱガチャガチャ激戦区にはなかったです。かな、秋葉の置いてる層が違うのかも。やっぱアニメとか置いてるのかもしれない。でもまだここ Wi-Fi が繋がってないんですよ、この家。本当に引っ越してきたばっかりだから、だからまだゲームできないんです。そうだ、でも本当に今武道館の練習になんかでバタバタしてるので、逆にゲーム繋がってなくてよかったって感じです。なんか11月らしいです、できるの。
悲しい。ネット回線工事っていうのがよくわかんないんですけど、わかんない。そう、練習に集中できるので逆に良かったです。私結構なんかレッスン入ってるのが朝めっちゃ多いんですよ私。なんかでも明日は珍しく夕方からなので助かってます。よかった、セーフです。今日は今からレッスンに行くんですけど、今日ね朝レッスンだったんですけど、すごい空きが長かったので一回家帰ってきたんですよ。でメイクして今ショールームしてるんですけど、今からまたレッスンに行ってきます。このねショールームが終わったら。そうだから本当に結構毎日朝早いんですけど昼も結構空いてて夜にやったりするから、その日空き時間でちょっと寝たりするんですけど、コカおいしいさんファイト、やったー、ありがとうございます、頑張ります、ありがとう。そういろんなね3日間あるのでたくさんの曲するのでいっぱいねレッスン立て込んでて、全部が私出るわけじゃないのでね。早起き大変です。私なんかもう最近心配なので、なんかめっちゃ早く出ちゃいます家。でも本当に今日早く出といてよかった。本当にギリギリになっちゃって着くの間違えて反対方向乗ると思わなかったです。あんま私そういう結構電車とかミスらないタイプなんですけど、なんかよくわかんなくて適当に来た電車に乗ったら逆方向乗っちゃった。そう、多分今もレッスン上誰かが使ってて、で私が次の振り入れがすごい夜なので今ショールームしてるって感じです。あー、白熊さんお疲れ、はありがとうございます、ありがとう、しお疲れ様です。白熊さんも愛してます。チップアンドデルのハヤトさんありがとう、愛してます、ありがとう、嬉しい嬉しい。もうね昨日なんかめっちゃ遅かったんですよレッスンが。それで朝早かったんですよ。だからいやこれオールして行った方がいいかもって思ったけど、鏡見てなんか眠そうだったので自分が寝ました。鏡ふとなんか歯磨きしようと思って鏡行ったら、えちょっと顔やばいかもって思って普通にちゃんと寝ました。ママが起こしてくれた、もういつもママ起こしてくれます。しかもこのクレゼットなんか全部見せたいくらいめっちゃ綺麗にしてくれて、ママがコートもワンピースもトップスもなんか全部かけて、服もね全部畳み直してくれて、分かりやすいように入れ直してくれて、あイミロンちゃんレターありがとう、イミロンちゃんありがとう、嬉しい、バイ、嬉しい。あとね、あそうさっきなんかもう私結構ウエストがちょっと緩めのものがスカートとかボトムスが多くて困ってたんだけど、いつもなんかブカブカのまま履くか安全ピンで留めてたりしてたんですけどね、それをママが全部ね全部塗ってくれて、ウエストがすごいピッタッシュになりました。服が嬉しい、ありがたいですね。ママ
あと取れてたボタンもつけてくれた。ちょっとリップ塗ります。しゅんこさん、なんだこれは、愛してます。しゅんこさん愛してます、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。どうしよう、嬉しい、ママに頭が上がらないですね。今まで向こうは何をしてたんだってくらい何もできてなかったので、本当に今助かります、本当に助かります、なんか助かってます、やばい、偉大です。そしてこの部屋には家具が何もありません。私は今ベッドのマットで寝てます。あ、よしみちさん尊いありがとうございます。え、どうしよう、どのベッド買おうってずっと迷ってるんだけど、ずっと迷ってる、あと判断ができない、だってベッドってやっぱ一回きりじゃん買うの、え、ここで選択をミスったらダメだって思って、やばい、前髪全然動かない、いい件では僕はドレッサーもらおうかなって思ってる。ベッドは自分で買う、自分で買うっていうか買ってもらうんだけど。実家のベッドは幼稚園から使ってたので、もう処分してこっちに来ました。可愛かったんだけどね、ベッド処分しました。りょうさんありがとうございます、帽子だ。うん、ぬたろうさん愛してます、ありがとうございます。そう、幼稚園から使ってたベッドなんですよ。だから替え時だと思って替えました。可愛いの探したい。あと噂の私、抱き枕持ってきました、チェーンソーマンの。今チェーンソーマンの抱き枕と一緒に寝てます。でもちょっと見せられないです、ショールームじゃ。際どくてちょっと見せられないです、皆さんには。まあ調べてください、チェンソーマン抱き枕で、そしたら出てきますよ。プリン、お気に入り、ちょっとこれ持って、あ、これ持って喫茶店にプリン食べに行きたいです。固めの食べたい。
プリンアラモード食べたい。あとね、なんかそうママがねいっぱいお洋服を整理してくれたのね。したらなんか着てない服いっぱい出てきた。てか着ようと思ってた服めっちゃ出てきて、でも半袖だから着れないわ。もうこんなに寒くなったから着れない。でも僕結構暑がりだからいけるんだけど、愛してます、みっちゃん。わあ、ありがとう、みっちゃん。ちゃん、愛してます、ありがとうございます。ありがとう。あ、白熊さん、熊。あ、猫だ。猫、ありがとうございます。あ、着てない服でもママにあげたりします、結構。なんか、ザラとかの服ならあげるかも。結構私はフリフリの服着ることが多いんですけど、さすがにそれはちょっとやめてほしいですね。モカの服着るのは。でもなんかママがすごい綺麗に服飾ってかけてくれてたから、逆にもっと服が欲しくなりました。着てない服たくさんあるのに服が欲しくなりました。可愛い服がね、なんか可愛いフリフリの服欲しくなった。ねえ、次のさ14日 15、え、半袖いけると思いますか。オンラインお話し会、え、きついかな、寒いかな。なんかモカの記憶上結構10月後半まで暑い日あった気がするんだよな。寒いか。この間、昨日かな、ビーバースで送らせていただいたワンピースあるんですけど、あれ一回も着てないんですよ。可愛いんですけど。で、私さ、そのワンピースに似合うカーディガンとかは持ってたりしないので、どうしよう。でもかね、結構オンラインお話し会、いや、熱くなっちゃうんですよ、体温が。なんかお話し会の時私結構体温上がっちゃうんですよ。なんか分かる人いるかな。なんかパーティーとかするじゃないですか、ホームパーティーとか。そういう時私めっちゃ熱くなるんですよ、顔が。 なんて言うんだろう、なんかあれの現象あったよね、症状の現象あった気がするんだけど、結構モカは熱くなっちゃうの、顔が動いてるわけじゃないんだけど。だからお話し会会場は半袖でいたい。顔がね、そう濃くなっちゃうの、困る。着ようかな。ニットはまだ暑いもんね。服買いに行く。ネットだ。ネットで買います。ちょっとネットで買ってみますね。後で探してみる。てちゃん、下短パンです。寒くないです、窓閉めてるから。うん、マシさん愛してます。
ありがとう。上はレッスン着でございます。着替えたらよかったね、せっかく。今18度くらい、上着着なきゃいけないね。ブラキモの上着はどうだろう、暑すぎる？ちょっと食べていいですか？最近軽食を持ち運ぶ、軽食？お菓子？持ち運ぶんですけど、最近のお気に入り2つ、じゃん、チョコレートとドライフルーツです。じゃん。これはソララが食べててもらったら美味しいってなって、今日帰りに買いました。私あれラムレーズンが好きなんですよ。だからラムレーズンだけ食べたいんだけど、ラムレーズンだけ売ってるドライフルーツ知りませんか？さっき歯磨きしちゃったんだ。うん、大丈夫、歯磨きの味しない。ないよ。前髪巻きました。前髪伸びたんですよ。髪の毛抜けちゃった。チョコ食べよう。チョコレート効果私好きです。いつも食べます。いつも食べるは嘘です。うまい、おいしいです。うまいとか言っちゃった。まゆう、苦いって言われたら苦いです。でも私甘いチョコあんまり普段食べないので、86でも結構苦いです。でも 73% が一番美味しいですね。86はたまに食べます。でもこのタイプの初めて見たから買っちゃいました。ちょっとチョコレート食べたからお水飲みます。画面外でちょっと2リットルだから恥ずかしい。あ、72% だった。 3% じゃなくて。なんか持ってきたもので漫画が多いんですよ。だから漫画の棚買わなきゃなと思って、探さなきゃな探さなきゃな。でも一応ウォーターサーバーあるんですよ。けど2リットル飲んでます。キャッ。ウォーターサーバーの水って冷たいじゃん。私常温の水が好きなんです。
あ、山地さん猫ありがとうございます。なんか髪の毛くくろうかな。さっきまでねくくってたの下ろしたからボサボサだ。お湯出ます。え、ウォーターサーバーって常温にできるの？知らなかったんだけど。あ、直樹くん愛してます、ありがとうございます。レッチ、あ、え、天才がいました。お湯とお水混ぜたらいいだって。確かにその手がありました。びっくり。お、毛が出てきた。この毛いると思いますか？いるか、あった方がいいか。もうカップラーメン食べなくなりました。家にない。いいことですね、確かに。ママが何でも作ってくれます、幸せだって。お腹すいたって言ったらご飯が出て作ってくれます。ご飯が出てきます。ご飯を作ってくれます、ママが。母さん、かわいい、ありがとうございます。かわいい、嬉しい。太郎さん猫ありがとうございます。え、おばけかわいい、やば、めっちゃかわいい。おばけ、私めっちゃハロウィン好きなんですよ、実は。なんか実はっていうのかよくわかんないけど、めっちゃハロウィン好きなんです。だから10月大好き。ありがとうね太郎さん、嬉しい。でもパンプキンスイーツすごい今食べたいんですけど、すごい食べたいんですけど、食べたいんですけど、今月は武道館コンサートがあるのでちょっと控えます。いや、なんかこの間帰り道にスーパー寄ったらかぼちゃプリンが売ってたんですよ。いや、めっちゃ食べたい、めっちゃ食べたいって思ったんだけどやめました。高かったし、すごいなんか高かった、300円くらいしたのでやめました。あ、やすみつさん、あれ読んだっけ、ありがとうございます。けんたさん愛してますだって。わっ、ニコもわーい、愛してる、ありがとうございます。山地さんは魔女の帽子ありがとうございます、ありがとう。嬉しい。でもセブンから出てるかぼちゃプリンは毎年食べてます。私も出るかな。あ、斉藤さん可愛いだって、嬉しい、ありがとうございます。あ、でもあれ買いました、普通に レトルト、レトルトっていうのか分かんない、カップ、お湯入れたらできるスープ
のかぼちゃのスープ買いました。この後ろはチェンソーマンです。これもチェンソーマンですね。これは高かったです。何円したかな。これうまいした気がしますけど、結構前に買ったので忘れました。多分伊勢丹で買いました。ちょっと下に置いてます。おしゃれでしょ。なんかよくわかんないけどおしゃれっぽいので、あの背景に彩りを持たせるために今飾ってあります。ちょっとお気に入りのポストあるんだけど、また額縁買わなきゃいけないね。あ、多分、あ、これ100人限定のやつです。多分だって100分のなんとかって書いてあるから100人限定です。やばい、骨鳴った骨鳴っちゃった。聞こえた。そう、それでわかめさんは上にいらっしゃいます。そしてここには天むすがいます。そしてここにはプリンがいます。え、すごいカチカチ鳴る。お、まきちゃん、わー、ボケ、嬉しい。ニコもありがとうございます。最近ね、前髪をねちょっと伸びたから巻いてみてるんですよ。そしたら巻きすぎてお前みたいになっちゃう事件が発生して、最近私は〇〇 AKB っていう番組とイナ研究所にね、イーナ研究所に出させていただいたんですよ。どっちもなんか前髪巻くのがいつも巻かないんですよ。なんかパツンって下ろしてるんだけど、いつも前髪を巻く技術を身につけてないので巻きすぎちゃって、なんかすごいお前になってて恥ずかしかった。こうやって押さえるんだけど全然ね前髪が、でも今日いい感じかもしれない。どう、お前なってない？ちょっとなってる。大丈夫か。あ、まるまる AKB 見てくれたってありがとうございます。まるまる AKB、 今回は17期研究生なまるまる、17期研究生な AKB 丸に出させていただきました。3人での収録でした。次回も出ます。楽しみに。ちょっと次回の放送はいつですか？次回の放送はいつです、いつですか？いつですっけ？あ、でもこう前髪こう押さえてるのが一番しっくりきますね。うん、なんかすごい浮いちゃうのかな、なんか前髪。10月4日に放送だけ覚えてました。で、モカマルです。ちょっとなんかぬいぐるみ探してこよう。モカのこれトートバッグ、間違えた。
11日ですって、ありがたい。バッグ持ってきました。これ、え、目薬出てきた。え、目薬が入ってました。これ目薬入れでした。え、びっくりした。え、見えた？皆さん、くせえ。使用期限、2021年です。してます。すいません。これでレッスン行こうかな。かわいいでしょ。かわいいんですよ。ちょっと前髪やっぱ薄いよ、気になる。ごめんね、みんなもこのピン気になるよね。え、でかっ。まあ、いっか。あ、しっくりくる。前髪押さえてます。これ外し忘れじゃないです。これはザラで買いました、数年前に。お気に入りです。いりますか？なんかあげます、プレゼント企画とかあったら。いつか私物プレゼントとかあったらあげますね。あげるので皆さんがこうやってかけて使ってください。絶対に絶対に使ってください。目薬は危ないので捨てます。使用期限が切れてるので。かわいいの。これでもバッグちょっと使ってたから。あ、でもそんな汚れてないか。ちょっと使ってました。このね、くまちゃんもこれおすすめポイント、リュック背負ってるんですよ。これめっちゃいいポイントですね。すごい、よき丸のポイントです。はい、なんか話し忘れたことあるかな。とりあえず、いやでも本当に覚えることがすごくたくさんあって、ちょっと10月の12日まで SNS とかショールームとか全然できないかもしれないんですけど、お許しください。すいません、本当に容量が悪すぎて覚えられないです。全然12日まで待ってください。12日になったら全部終わるので。そして20日の武道館で会いましょう。ちょっと8時15分までショールームしようかな。20時15分、どうですか？長い？まだ時間あるの？全然レッスンまで。ちょっとリハーサルが12日に終わるんですよ、一旦。
それからはあと自主練のみなので頑張ります。恐れてます。ほい。お、みっけ猫さん、わー、猫ちゃんありがとうございます。なんかちなみに私武道館2日前は波動に行ってます。武道館2日前なのに波動してます。心配だ。ちょっと私本当に頑張ります。とりあえず波動も頑張ります。波動大丈夫かな。武道館前に波動しててってちょっと思ったんですけど、まあ、出るからには優勝して旅行行きたいなって思ってます。でも私本当に波動ガチになりすぎていつも筋肉痛になっちゃうんですよ。だからちょっと困る。だから1回だけにしようかな出るの。なんかのんちゃんに出てもらうかな。かわいそう。のんちゃんかわいそう。強制。のんちゃん強いんだよね。筋肉痛になっちゃうのは困る。困るので武道館3日間もあるのに、それは困るので、とりあえず私はほってちゃんは指示役、あ、指示しますね。司令官、司令塔で頑張るかな。でも本当にいつも言ってるんですけど、皆さんのパラメーターの応援がなきゃ本当に勝てないので、どうか10月18日18時は和王ライブ見て応援してください。ちなみにあれ、武道館あとも、まあまあまあちょっと動いたりするので頑張ります。レイが泳いじゃいます。頑張る。本当に私はい、まあまあ皆さんもまあ、あ、皆さんも来てくれるのを願ってます。武道館もあるけどそっちも来てください。普通にあれですね。あ、マシさんファイトだって。あ、ありがとう、頑張ります。新公演じゃないです、全然普通です。はい、頑張ります。え、武道館3日間も来てくれるんですか、嬉しい。いや本当に片付けは頑張らなきゃいけない。まず家具を揃えなきゃ。山地さん愛してます、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。家族で引っ越しました。なんかでもどんだけ意見出てももうなんか無理かもって思い出して、もうダメ。8時かもう。だから私がベッドもらうのは全然もらえないと思うから、
ヘアアイロン頼もう。本当になんかもう全いっぱい出てるのに、いっぱい出てるのに全然いいなポイントもらえない。ダメかもしれない。悲しいです。頑張ってるのに。でもなんかだいたいなんか代打で出た時とかはなんかいただけたりはするんですけど、もうダメ。でも一番出てるのに。もらえない全然。もうなんか面白くないから。てちゃんめっちゃ出てるよ。一番なんかこの間 X でなんか出演回数なんかまとめてる方がいらっしゃって見たら一番だったんだけど、えモカってそんなに出てるのって思ってびっくりした。ダメだ、ちゃんゲーム系、ちゃんゲーム担当とかいつもゲームの時は説明しますね。ドボン頑張りたいですね。ちょっとドボンライブに出たいです。私本当にこれずっと言ってるんですけど、なんか結構めっちゃ見てるんですよ。20分、あれ僕15分まで配信するって言ったっけ。20分って言った。じゃあ10分にライブランキング読ませていただきますね。なんか本当に映像さおこさんでドボンライブの配信されてるんですけど、ドボンライブが好きすぎてめっちゃ見てるんですよ。それちょっと来月頑張りましょう一緒に。本当にめっちゃ出たい。でも本当にこれはあれかもしれないけど、なんか私自身勝手に思ってることだけど、研究生で一番頑張ってると思うんですよ。ドボンって、ドボンは私が。わかんない。でも研究生でなんですよ。やっぱ先輩結構ね、先輩に勝ててないですねまだ。本当に私結構頑張ってると思いますよ。私あれドボンが実装された時の推しメンランキング、愛ちゃんの10決持ってますし、自分の10決持ってるし、今までの自分のカード全部コンプしてるし、めっちゃ頑張ってるから、本当にドボンライブは出たいです。頑張る。自分もみんなと頑張りたい。頑張ろう。これは本当に自慢。あとなんかご覧、
グランドマスターっていうやつ取った。あと今月は自分のと岡部凛さんの十傑目指して頑張ってます。なんか今月はそのアイドルなんかじゃなかったらの選抜メンバーの方の30位以内に入るとカードもらえるらしくって、だから岡部凛さんの30位以内には入りたいなって勝手に思って、いやごめんなさい1枠奪ってしまって岡部凛さんのファンの、だけど私もちょっと欲しいです。頑張ります。お互いに切磋琢磨して頑張りましょう。30位の枠を奪い合いましょう。頑張ります。レッスンもドボンもメール全然送れなくてすいません。メールおサボりしてた。ちょっと送りますねこの後。なんかミーバースもやってる、なんか最近始まったんですよ。なんかミーバースとの区別のつけ方がなんか本当に私わかんなくて難しくって、なんか同じことでも別々で撮ってらっしゃる方もいらっしゃると思うから同じこと書いてもいいのかな、違うこと書いた方がいい。なんか私本当にネタ切れ、ネタ切れって言ったらあれかもしれない。なんか最近本当レッスンしかしてないので、なんか皆さんにお届けするお写真がなくって、スピンだしいつも。今日せっかくメイクしたので写真送りますね。そうウィーバースの DM めっちゃ送ってる。うるさいかな通知、大丈夫、同じこと書いても大丈夫なら。でもめっちゃ書くんだけど、なんか何かこうって考えてたらいつも遅れ時間過ぎちゃうんですよ。ごめんなさい、もう言い訳みたいになっちゃった。ミンバースはなんか気軽に遅れすぎて、なんかみんなと本当に楽しくメールしてる感覚になってめっちゃ楽しいです。ミーバース書きますね、メールも書きます。下今8分だ。てちゃんがいつも何食べてるのか知ったい。最近は本当に潰しちゃった最近はママのご飯ですね。ママのご飯とレッスン1日中あるときはなんか食べてるかな。あでも昨日はサラダ食べました。なんか最近ちょっと 寝てますね。なんか眠くて寝ちゃいます、ご飯より。レッドブル飲んでないです。ジュースはレッスン上に置いてあるジュースはたまに飲むんですけど、それ以外で飲むのを控えて、なんかペットボトルでの炭酸飲料とかそういうのは控えてます。今はね、飲みたいけど。うん、ラムレーズン美味しい。武道館前だから控えてますなんかすごい着てみたかった衣装があるんですよ。着るの楽しみ。うん、20日から武道館コンサートがあるんですよ、 AKB48 の。それだから控えてます一応ね。1日目、期待し終わるの。岡部凛さんと写真撮れるかな、自撮りもできるかな。レッスン上の缶のジュースをちょっと飲んじゃったりする。でもこれくらいのだから1日1本はよしとして飲んじゃう。あ、炭酸だからお腹膨れるしいいの。
美味しい。あとね、パン控えてる。なんかパンはあんまり食べ過ぎたらダメかなと思って、パンじゃなくてご飯にしてます。うん、これ食べたらランドランキング読めます。なんか全然痩せてないの、体重逆に増えたって感じ。でも筋肉がついたからかなって言い訳してます。言い訳してます。食べた。でも今日ケンタッキーの、今年初月見でした。そう、なんか最近我慢してたから食べようと思って食べた。でもそれから今日はサポットフ食べて、KFC 食べて、夜どうしよう、サラダにしようか。あ、でもなんかケンタの月見は卵がトロトロでした。え、美味しかった。え、痛痛痛、足がつる、痛痛痛痛、痛い、つった、変な体勢になったら。まだね、マックの月見食べてない。マックの月見はもう食べないかな、今年は。また来年食べます。え、いっぱい食べてるかな。そんないっぱい食べてないと思うんだけど、ちょっとじゃあ控えます。痛かった。あ、治った。なんか変な体勢したら足がつっちゃいました。そう、なんかケンタのね、月見は美味しいっていう噂をだけは聞いてたんですよ。だからちょっと食べてみたかった。ではでは、読ませていただきますね。いきます。13位、バイク小僧さん、ありがとうございます。12位、しゅんこさん、ありがとうございます。11位、11位、ゆみろんちゃん、ありがとうございます。10位、斉藤さん、ありがとうございます。9位、まきちゃん、ありがとうございます。8位、レオタン、ありがとうございます。7位、りょうさん、ありがとうございます。6位、ヤマジンさん、ありがとうございます。5位、ケンタさん、ありがとうございます。4位、レタロウさん、ありがとうございます。3位、マッシさん、ありがとうございます。2位、シロクマさん、ありがとうございます。そして1位はヨシミツさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ちょっと久しぶりな気がするっていう配信でした。あ、でも5日ぶりって久しぶりかな。では私はこれからレッスンに行ってきます。頑張ります。はい、あのまた空き時間とか見つけてショールーム配信するのでまた告知しますね。ありがとうございます。そしてはい何言おうとしたんだっけでした。はい、では皆さんは早く寝た方がいいですよ。はい、バイバイ。プリンでした。
モカでした。バイバーイ。あ、そっか、今日花金だって。じゃあゆっくりしてください、皆さん。はい、バイバーイ。花金楽しんでね。